あるところにおじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。じゃあ山に木を切りに行ってくるる。私は川へ洗濯へ行ってきますね。おじいさんは山へ芝刈りに行ってきます。おばあさんは川へ洗濯をしに行きました。行ってきます。よいしょよいしょ。川へ到着。さあこの川で洗濯物をしましょう。このお洋服を洗ってジャブ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 、綺麗になった。次はこのお洋服をジャブ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 、綺麗になった。おばあさんが一生懸命川でお洗濯をしていると、あ、あれは何？川からどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。うわぁ、なんて大きな桃なんでしょう。これだけ大きな桃があればおじいさんと二人お腹いっぱい桃を食べることができるわ。おばあさんはどんぶらこと流れてくる桃を捕まえた。上手に捕まえて、よいしょよいしょっと。ただいま。おじいさん、ただいま。おや、おばあさん、その大きな桃はどうしたるんか？この桃はね、洗濯をしていたら、この桃、川からどんぶらこどんぶらこと流れてきたから、上手にキャッチしたの。そうるんか。よくこんなに大きな桃を上手にキャッチできたるんね。ねえ、おじいさん、この桃食べましょうよ。食べれる。桃、大好きるん。二人が大好物の桃を美味しく食べるために真っ二つに桃を切ると、そこにはおぎゃーおぎゃー。うわー、桃から赤ちゃんが生まれた。おぎゃー、どうして桃の中に赤ちゃんが。おぎゃーおぎゃー、とっても可愛い赤ちゃんですね。おじいさん、二人で育てましょう。そうるね。赤ちゃん育てるるん。桃から生まれた赤ちゃんは桃太郎と名付けられ、おじいさんとおばあさんが育てることにしました。翌日、またおばあさんが川で洗濯をしてると、どんぶらこどんぶらこ、あ、また桃が流れてきた。よし、桃を上手にキャッチ。お家へ帰ってこの桃を食べましょう。ただいま。おかえりる。また桃るん。川で洗濯をしていたら大きな桃がまた流れてきたの。今度は食べられる桃かな。包丁で切ってみるるん。おじいさんとおばあさんが桃を包丁で切ると、そこにはおぎゃーおぎゃー。わあ、また赤ちゃんが生まれたる。とっても可愛い赤ちゃん。おぎゃーおぎゃー。元気いっぱいるんね。おじいさん、この赤ちゃんも私たちで育てましょう。そうるんね。でも名前はどうするるんか？桃から生まれた桃太郎はもうすでにいるるん。じゃあこの子の名前は2番目に桃から生まれたから、桃次郎にしましょう。おぎゃーおぎゃー。桃次郎もすごく喜んでるるんね。次の日もどんぶらこどんぶらこ、あ、また桃だ。よし、家へ持ち帰ろう。おじいさん、また桃をキャッチしてきたよ。すごいるね。よし、この桃もまた割って中を確かめてみるるん。せーの、パッパーン。おぎゃーおぎゃー。あら、桃の中からまた可愛らしい赤ちゃんが。おぎゃー、とっても可愛いるね。この子も私たちで育てましょう。おじいさん、そうるんね。でも名前はどうするるんか？桃太郎と桃次郎の次は3人目の桃から生まれた子だから、桃三郎はどうかしら。桃三郎、いい名前るんね。桃三郎、今日からあなたもうちの子ですよ。おぎゃーおぎゃー。翌日もどんぶらこどんぶらこ、キャッチ。ただいま。今日も桃ゲット。な
中には何が入っているん？桃の中にはパッカーン。おやーおやー、わあ、かわいらしい。また桃から赤ちゃんが生まれましたよ。この子も私たちで育てましょう。そうるんね。でも名前はどうするるんか？桃太郎、桃次郎、桃三郎の次は桃四郎なんてどうですか？おじいさん、いるんね。4人目の桃から生まれた子だから桃四郎にするるん。おぎゃーおぎゃー。翌日もどんぶらどんぶらキャッチ。したたたた。おじいさんと桃太郎、桃次郎、桃三郎、桃四郎、また桃をキャッチしてきたよ。よし、桃を割ってみるるん。おじいさんとおばあさんがまたまた桃を割ってみると、中からおぎゃーおぎゃー。あ、また桃の中からとっても可愛らしい赤ちゃん。これは5人目の桃から生まれた赤ちゃんるんね。桃太郎、桃次郎、桃三郎、桃四郎の次なので桃五郎と名付けるるん。まあ素敵ね、おじいさん。桃五郎も今日から私たちの家族よ。おぎゃーおぎゃー。一生懸命育てれるん。おぎゃー。次の日もどんぶらこー、どんぶらこー。はい、キャッチ、持ち帰りましょう。スタ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 。おばあさんはきっと今日も桃を持ち帰ると思うのね。桃太郎、桃次郎、桃三郎、桃四郎、桃五郎、またみんなに兄弟ができるかもしれないるん。おぎゃーおぎゃー。ただいま。やっぱりまた大きな桃るん。開けましょう、おじいさん。そうるんね。桃を開けるとパッカーン。おぎゃーおぎゃー。あ、また可愛らしい赤ちゃんが。おぎゃーおぎゃー。この赤ちゃんの名前はなんて名前にしましょうか、おじいさん。そうるんね。桃太郎、桃次郎、桃三郎、桃四郎、桃五郎と名付けたので、この子の名前は桃六郎るん。桃六郎ですか。とっても素敵な名前。でもおばあさん、もうお家が桃太郎たちでギュギュる。桃太郎パニックるん。まあいつの間に。明日からは川へ洗濯を行って、桃が流れてきてもキャッチしないでおきましょうか。そうるね。この6人の桃太郎を大切に育てれるん。おぎゃー。桃太郎からのお願いだ。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンを押してね。みんなの自由な感想をコメント欄に書き込んでくれると嬉しいな。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もぜひ。チャンネル登録マークの隣にあるベルボタンも押してくれると嬉しいよ。それから右上にあるアイマークを押すと、アソブームの他の動画も見れるんだ。桃太郎からのお願いは以上。じゃあね、バイバーイ。終わり。この8つの卵のどれか1つだけにおごたまが隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、赤の隠れ玉の中にミシルが隠れていたよ。赤の隠れ玉を選んだ人は大正解。おめでとう。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけん。メルちゃんが出したのはグー。パーを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押す。メリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見る。メリーよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくる。メリー、
ッチしていろんな動画を見てみるメディよ。これからも